のですよね、今日もやっていくんですけど、今日はですね、先ほど、公式から発表されたバランス調整の確定版がね、公開されたので、こちらをね、サクッと紹介していきたいと思います。ということで、今回はね、コミュニティっていうか、クララプレイをしている皆さんからも意見をめちゃくちゃ集めて、今回そのね、カッコ仮の状態から動いたんですよ。調整が。そう、なので、このカードね、皆さん待望のあのカードが、情報修正されますということで、見ていきたいカード。こちらになります。ラムライダーということでね、こちらラムライダーが、今までだと、3.5 マスですかね。で、ダッシュしていたのが、3マスに変わります。はい、ということで、誰この調整提案したやつ誰マジで。ということでね、ラムライダーが追加されました。それ以外は、カッコ仮の状態から、すべて同じですね。おさらいして見ていきましょう。プリンスがラムライダーと同じ。ダッシュが 3.5 マスから、3マスになりました。これは、実際使ってみてちょっと強かったかな。うん。そしてラムライダーですね。うん。で、メガナイト。これが、今まで、ダッシュっていうか、飛ぶ距離、ジャンプする距離ですね。ジャンプするまでの時間が 1.1 秒だったんですが、それが 0.9 秒。まあ 0.2 秒、早くね、ジャンプするようになったので、まあ今までよりも事故とか、まあちょっとエリクサー間に合わずに飛ぶみたいなことが増えるんじゃないかなと思いますね。はい。続いて、ファルチェですね。ファルチェは、最大射程ですね。最大射程が、こちらね、このキュルルルルって投げて、射程自体は 4.5 なんですけど、そっから斧が、3マスかな、そう。ってことで、7.5 マスになりました、最大射程が。そうなので、射程 4.5 で投げてから3マスにニョキってね、斧が伸びます。はい。これは確かね、ボーラーと同じとかで、めっちゃ、だから端前、こっちの陣地に入ってなくてもギリ届くかなとか、そのくらいのね、範囲になると思います。はい。ってことで、このファルチェがね、まあ、変わりましたね。うん。まあ、ファルチェバルーンとかが復活するのかなっていう感じですね。さあ、続いて、アイスゴーレムですね。アイスゴーレムは、このアイスゴーレムが死んだ時の死亡時の、爆破の、スローですね。それが、0.5 秒増えますと。だから、アイゴレのパフっていうね、あれが 0.5 秒増えるので、結構、アイゴレ系の高回転の、まあ、ホグとか、バルーン、そこら辺のデッキが強化されたんじゃないかなと。アイゴレファルチの、まあ、大砲、ディガーバルーンとか、まあ、そういう系のデッキがちょっと増えるんじゃないかなと思いますね。じゃあ続いて下方海見ていきましょう。まあ、おさらいなんでね、これは。続いてゴルナイですね。ゴルナイは、ヒットポイント 10% 下がりました。これはね、すごい、あんまり変わらないっていう意見が結構大きいんですが、使ってみてめちゃくちゃ使用感が違いましたね。結構弱くなったと思います、これで。さあ続いて、エレジャイ。エレジャイは、タワーへの反射ダメージ。これが、33% 下がりましたね。まあ、これも使ってみた感じ。まあ、タワーに到達した時の、うわ絶対タワー折れたわっていうところから、まあ、5、600は残るんだけど、とはいえエレジャイってやっぱライトニングとかロケットのミラー入ってるから、まあなんか呪文圏内になっちゃうな、なんだかんだでっていう感じがしますね。だから到達したら終わりなのは、まあ変わらないかなっていう感じがしました、正直。はい。続いて、ファイボーですね。これ、ノックバックが、まあ、何ですか、1.8 マスから、1マスになったんですね。うん。なんですが、これはね、ちょっと、やってみたところ、まあちょっと映像を見てほしいんですけど、これね、先ほどケンツとフレバとした映像で、まあこれはね、別の動画、同時、同じ時間にね、上がってると思うのでね。ぜひそちらも見てみてください。ここですね。インドレで守って、さあ、5のノックバックでね、全部インドレで守ろうかなとしたとき、はい。ん?はい。もう、おもちゃです。このファイヤーボールっていうカードは。まあ、今まで通り、その火力っていう部分では、この5は強いんですけど、まあ、なんかその、なんだろう。ノックバックっていう部分ではもう使えないかな。バルを守るだとか、あとはドリルを飛ばして、ファイボでバルキリを弾くとか、なんかそういう、ノックバックを踏まえた戦術っていうのが、もう厳しいのかなっていう感じがしますね。ノックバックに関してはもう完全におもちゃになっちゃいました。はい。続いて、こちら、ハイスピですね。
バイスピは、まあ 9% ダメージが下がってラバーパピーがワンパンできなくなる。本当にこれだけですね。マジで使ってて結構ファイスピー何戦も使ったんですけど、マジで使用感変わらないから、ファイスピー自体は多いと思う。ただラバーがそれに加えて増えたら、まあファイスピーもちょっと減るのかなみたいな、そんな感じがしますね。まあ、正直言ってファイスピーは、8000以上上位のところでめちゃくちゃ強いんですよ。高回転を好んで使っているプレイヤーがめちゃくちゃ多くて、そこでね超強いって言われてるので、まあ、うん、このまま増えてもいいのかなと思いつつ、まあラバーにだけですね、本当に他にはマジで何も変わらないです。ダメージも気づかない本当に、うん。さあ続いてエリゴレですね。これ、使ってみました。実際映像を見ていきましょう。エリゴレの調整は、今までは、4体目のエリゴレを倒したら全部ね、エリクサーがもらえると、4エリクサーもらえる。ただ次の調整では、1段階目倒したら1エリクサー、2段階目も、2体いるやつを、倒して 0.5 で、1エリクサー、そして3段階目を、4体いるやつを全部 0.5 ずつ回収して2エリクサーで合計4エリクサーっていう感じでね、一番最後ね倒さないとエリクサーもらえなかったのが、それまでの、ね、段階でエリクサーがもらえるようになりました。さあこのねメガナイトを出させてからのエリゴレミラー、これはねでも体力自体は上がっているから結構解けにくいんじゃないかなっていう感じで出していったんだけど、こんな感じでね、なんだろう、全部の段階、今までだったらこの時点でもケンツは4エリクサーぐらいかな、うん、っていう感じ。その大きいのから溶かしただけだからね。でここでもまだなんですけど、ここら辺でね溶かして 0.5 エリクサーが生まれるから、今本当はケンツは4エリクサーぐらいなのに、修正前だとね、修正後の今のエリゴレだとここでもう7エリクサー溜まっちゃうんですよ。でここの削りをしたいタイミング目がないと、でこんな感じになっちゃうんで、なんかねエリゴレはもう一個、まあ、これはちょっとデッキが弱いっていうのもあって、もう一個ね真面目なデッキでやったんだけど、それの時もやっぱり、うん、途中でエリクサー与えるっていうのはすっごい弱かったですね。そうなので、まあ、エリゴレはねすごい弱いよっていうところで安心してくださいっていう感じですね。うん、さあということでね、まあ、こんな感じで調整、まあ、強化5枚、まあ、弱体5枚、これはほぼ弱体ですね、もうリワークじゃなくてっていう感じだったんですけど、まあ、いかがだったでしょうか。最後にはね、ちょっと新しいチャレンジの新カードということで、まあ、チャレンジ限定のね、新カードが出ていてめちゃくちゃ面白いので、ね、その映像を見てから終わりたいと思います。こちらですね、チャレンジの新カードバーバリアンランチャーですね。はい、ハイダメージ、まあ、迫撃と結構同じで、違う点が、攻撃速度が迫撃は5秒なんだけど、このねバーバリアンランチャーは、3秒、その代わりにコストが1個重くなってるんですけど、見たらわかるね、めちゃくちゃ面白い特性がありますってことで、まあもう見たら一発で、あこれはバーバリアンランチャーだわってわかると思うんだけど、さあさあさあよろしくと、でケンツが立てるじゃないですか、これを立ち食いで対応しますと、ババが飛んできます、一緒に迫撃とダメージと一緒に。これやばいよね、しかも3秒で飛んでくるから迫撃とかよりも速くて、でしかもタワーにこびりつくっていうね、これがねマジで強かった本当に。さあ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 、ババがね押し込むんだよねこれ、しかもタゲ取れるから、こんな感じでねババとプラスコウモリみたいな感じになって、でしかもね耐えの一発、やっぱ3秒だからね、迫撃よりもすごいめちゃくちゃ速いスパンでね出るんですよ。そうだからこんな感じでね迫撃ポン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 って出て、ババがねめっちゃ量産される、そう超強いし、しかもなんか立ててる時の絵面がちょっと面白くて、まあ、これがね次の、バランス調整5かなに出てくるチャレンジっていうことで、まあ、めちゃくちゃねちょっと面白そうなんで、やばいよなマジでおもろい。でタワーにまでね飛んでくとダメージとこのね、まあ、ババの張り付きがあるよっていう感じ、まあ、ダメージで言うと迫撃よりちょっと少ないのかな、うん、まあ、だけどその分ねババが着地して確定でダメージ入れるから、まあ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 スケとかはね消せるぐらいのダメージだし強いねっていう感じですね。あらかじめスケとか置いといても巻き込まれてやられちゃうよっていう。さあ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 
まあ、ここはね、あのポイズン打ってお茶濁すんですけど、もうお互いあのバーバリアルランチ出したすぎてしょうがないっていう。そう。という感じの、まああの、チャレンジがあってですね。まあ、こんな感じでね、あのお互い飛ばし合って、そう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 。という感じですね。で、まあ、勝ったんですけど、はい。まあもう、勝ち負けとかはどうでもよすぎてね、もう本当に、とにかくバーバリアンランチャーがおもろすぎて、なのでね、こちらのチャレンジもね、ちょっとお楽しみにということで、まあ、チャレンジ限定新カードとバランス調整、5枚5枚っていう感じで、合計10枚かな、うん、の、発表でした。はい。またね、ケンツとこういう、まあ、開発ビルドを使っての、先でのね、環境でのこう触れ方とか、まあ新しいチャレンジが出たらね、こういう動画出したりするんで、ね、また見てくれると嬉しいです。ってことで、今日この辺で終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。